大阪の片隅にある仕立て屋の若き女主人、気立ての良さと確かな腕で近所でも評判の娘。そんな彼女の悩み事は愛するあの人の浮気症。私というものがありながら家に帰ってきやしない、だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、母の片身の裁縫ハサミ、研げば研ぐほどよく切れる。今日の街はいつもの通り青やかで平和な日常、踊りであの人を見かけた、隣の女は言いたいだれ、赤い着物がよく似合う美しい女と仲睦まじく歩く、その姿こらえきれず、その場所をすぐ離れたの。だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、頬を涙で濡らしながら着物の縫い直しに精を出す。街は何やら不穏な空気、何か事件が起こったらしい、橋の前であの人を見かけた、隣の女は言いたいだれ、落ち込んだ様子のあの人に寄り添う髪の綺麗な女、緑の帯がとても似合うわ、あーそんな子が好みなのね。だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、赤く眼を荒らしながら帯の修繕に精を出す。街はにわかに騒ぎ始めた、再び事件があったらしい、かんざし屋であの人を見かけた、隣の女は言いたいだれ、年あの痛む女を子に黄色いかんざし買い与えて、一体何をしようというの、本当に見境がないのね。だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、ハサミの色こんなだったかしら、今日の仕事に精を出す。街中が大騒ぎ、今度は男が殺された、これで家族4人が全て何者かに殺されたらしい。それにしてもひどい人ね、はじめましてこんにちはなんて、まるで他人みたいじゃない、まるで他人みたいじゃない。